幸せになりたい。それが17年間ガリオレットに縛られ生きてきたアシュレイの意志であった。その意志から生まれるウィルは、ユーフォリア王家の末裔のウィルも相まって凄まじいものであった。それでもこれまでの戦いで強くなったグロリア海賊団はアシュレイを追い詰めることになるのだが、そこにメラニーとガルムが現れ、グロリア海賊団を阻むのであった。アシュレイ様はこれまで数多くの辛い思いをされてきた。世界をつかむためにな。世界をつかむ？アシュレイ様は10年も前から世界の王となるために必死で努力をなさってきた。当時新米だった我らとしては見ていられなかった。日に日に感情がなくなっていくアシュレイ様を。感情がなくなるほどの訓練、どうかしてるわね。我らは騎士として、家族としてアシュレイ様を見守ってきた。故に私たちはアシュレイ様に幸せを手に入れてほしいのだ。いい人は攻撃しづらいかルルーは優しいからな。兄貴は大丈夫なんですか？俺はお人よしじゃない。それにここで迷ってたらベルガスに笑われる。らしくねえってな。まあそれもそうよね。考えて行動するなんてバカのあんたらしくないわ。というわけだ。通してもらうぜ、ガルム、メラニー。アシュレイ様を幸せにするのが我らの意志、そして信念。何人たりともここは通さん。ますます強くなったぜ。強くなったよ。どっかで試し撃ちしたいわ。使わせてもらうぜ。いいもんくれるじゃね。なかなかしっくりくるな。これで勝てる。これ以上強くなってどうすんだわさ。力になろう。俺についてこい。見たかよ、俺のもいいっすよ。油断したかも。同志たちよ、私は勝ったぞ。私のスペシャルア勝ちの木だ。私の守ります。誰にも崩されない。この一撃に込める。全ての意志を我に力を。おりゃそこだ。マジか。見たかよ、俺の意志を。戦闘は任せてもらおう。一撃で十分。出てこいよ。止めてみろ。マジか。うおりゃ。止めてみろ。見たかよ、俺の意志を。私のまだ足りない。俺の姿勢は崩さねえ。うおりゃ。見たかよ、俺の意志を。油断したかも。敵に隙を与える。俺の姿勢は崩さねえ。俺の意志。この一撃に込める。後方の光は絶対の光。全ての意志を我に力を。隊列を傷つけ、そこだ。見たかよ、俺の意志を。私が守らねば。無念だ。お先にあの世でお待ちしております、アシュリー様。メラニー、敵は撃たせてもらうぞ。うわルキア公国の槍として私は貴様をうがつ。お前がルキア公国の槍なら俺はグロリア海賊団の剣だ。覚悟しやがれ。俺についてこい。私は勝ったぞ。あのチームに影の始まりだ。ほら、すべて砕け散ってしまえ。戦場を本日のチーム、中期戦勝となり、敵を蹂躙する。俺としたことが悪いな。スペシャルアタック、勝ちの木だ。王国軍は無敵だ。スペシャルアタック、防御ごと貫く。俺についてこい。込めてやろう。見たかよ、俺の意志を。精進が足りんな。無念。アシュリー様、申し訳ありませぬ。ガルド、メラニー、最後まで主に仕える精神、見事であった。僕もこの二人みたいになりたいですね。バカ、お前は俺の子分だ。主従なんて堅苦しいのは似合わねえよ。それもそうですね。さあ早く追いかけましょう。どうしたルル？近づいてくる。さっきとは比べ物にならないほど大きなビルが。なんだと？死んだのか、ガルム、メラニー。いい家臣を持ったなとだけ言っておこう。そうか。家臣の死に涙も出ないのね、あんたってやつは。涙は枯れた、泣き方は忘れた、悲しみも感じない。同情はしないぞ。それは助かるな。同情されたりしたら虫唾が走る。終わりにしてやるぜ、アシュレイ。その体で僕の相手をするのか。お前にだって前の戦闘のダメージが残ってるだろうが、一気に決めてやるぜ。俺についてこい。俺の一撃に込める。全体の光、全ての意志を、我に力を。見たかよ、俺の意志を。俺が同志たちよ、私は勝ったぞ。楽しい戦いの始まりだ。おらおら、もう終わりか。スペシャルアタック、勝ちどきだ。蜂の巣になりなさい。蜂の巣になりなさい。怖いな、これが。俺の一撃に込める。絶対の光。全ての意志を我に力を。見たかよ俺の意志を。私のこれがルキア公国よ。同志たちよ、私は勝ったぞ。私のこれがルキア公国だ。ほらお前もう終わりか。これが俺についてこい。見たかよ俺の意志を。同志たちよ、私は勝ったぞ。俺についてこい。見たかよ俺の意志を。同志たちよ、私は勝ったぞ。こいつらには負けられねえ。この程度の貴様、お前に勝って全てを終わらせる。闇を捨てる妖艶なる悪魔よ、我の名をしかと刻む。これが俺の意志だ。私は勝ったぞ。見せてみろ、わざわざ受けてみよう。闇を恐れる妖艶なる悪魔よ、我の名をしかと刻め。赤く瞳に勝ちどきだ。幸せをつかむまで僕は死なない。シャンティに平和を。広告軍の兵も将軍ももういない。お前の負けだアシュレイ。俺は海賊だ。何もないか。何がおかしい。だが得たものがある。何かわかるか。幸福感だ。地震。ルル、どうしたルル？兄貴、あれ？海から都市が上がってくる。それもとてつもなく大きい。これこそが古代ユーフォリア王国、僕の幸せの象徴だ。手に入れたんだ、幸福を、幸せを。どうかな。ここでお前を倒せばその計画も水の泡だ。それはどうかな。ルル、知っているか？ルルは古代ユーフォリア王国を目覚めさせる力があること。そしてルルーを刺激できるのは王であるもの、つまりは僕であることを。さあルルー、いやシンフォニア、目を覚ますのだ。プログラム修正完了。シンフォニア起動します。ルル、カードは返してもらうぞ。カードが勝手に？これで全てが揃った。あとはユーフォリアを起動させれば僕の意志は叶う。今度こそアシュレイを倒すんだ。